今回は日本の呪術第30回です。取り上げるのは神道の穢れ、邪気を払う、法払いの言葉、災難災害を免れ、願いが叶う、禊払え、病魔を払い、延命させる、鎮魂祭、この3つです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まず最初は法払いの言葉です。穢れ、邪気を払い、神様方に好かれる呪法です。それでは大祓の言葉のエネルギーを送ります。終わりました。次は禊払いです。災難災害を免れ、願いが叶うというものですね。それでは禊払いのエネルギーを送ります。
終わりました。次は鎮魂祭です。10秒でも病魔を払い延命させるというものです。それでは鎮魂祭のエネルギーを送ります。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。